私のチャンネルへようこそ。 JBN ワンビュー。朝ドラでかっこよかった歴代ジャニーズランキング2047の投票結果。日本のモーニングルーティンともいえる NHK の朝ドラ、連続テレビ小説と銘打っている通り、毎日ページを送るように続いていくストーリーから目が離せなくなってしまいます。常に高視聴率でキャストも超豪華、ジャニーズタレントさんも数多く出演されていますね。今回のアンケートは、かっこよかったと思える朝ドラ出演のジャニーズタレントさん。すでにジャニーズを退所されている方も含めて、今でも印象に残る方々がランクインしていますよ。ぜひご覧ください。1位に輝いたのは、米印記事中の人物製品サービスに関する情報などは、記事掲載当時のものです。朝ドラでかっこよかった歴代ジャニーズランキング。第1位、永瀬廉、キング、リンチェプリン、ソーボモネモネ。第2位、生田斗真、アグリ。第3位、堂本剛、キンキキズ、カリン。4位以下は、ランキング。サイトに掲載中。米印有効回答者数、10ケラ40代の女性2047名。旅賃の頑張りを全力応援。1位は永瀬廉さん、キング、リンチェプリン、ソーボモネモネ。小なり投票者のコメント大なり。旅賃の熱演将来が楽しみ。若いのに演技が上手でこれから出演も多くなると思う。目の演技が印象的。どんどん演技が上手くなっていくので今後が楽しみ。2021年上半期の連続テレビ小説、おかえりモネ、皆さんご覧になっていましたか？気象予報士を目指すヒロインモネ、清原果耶さんの幼馴染で同級生の及川亮役、旅賃を熱演していたのがキング、リンチェの永瀬廉さんですねすね。父親との葛藤や漁師として努力する姿など、旅賃の頑張りを全力応援していた方も多かったはず。感情移入せずにはいられないほど永瀬さんのお芝居、かっこよかったですよね。映画、弱虫ペダルの主役としても絶賛されたキンプリ永瀬さん、俳優としての活躍もますます期待大です。ジャニーズ入所1年で朝ドラ出演。2位は生田斗真さん、アグリ。小なり投票者のコメント大なり。私の中でダントツです。初々しくてよかった。一番印象が強く残っている。美容家義行アグリの反省を描いた連続テレビ小説、アグリ、1997年平成9年上半期で、主人公アグリ、田中美里さんとその夫栄助、野村よろず仁さんの長男淳之介、小説家義行淳之介さんがモデルの少年期を演じていたのが生田斗真さんです。まだ12歳であどけない少年だった生田さん。11歳でジャニーズ入所された1年後の抜擢でした。学生服姿がたまらなく可愛かったですよね。今やジャニーズを代表する俳優の一人の生田斗真さん、最新主演作、モグラの歌ファイナル、2021年11月公開も話題沸騰です。CD デビュー4年前に朝ドラ出演されていました。3位は堂本剛さん、キンキキズ、カリン。小なり投票者のコメント大なり、可愛いしかっこよかった。ドラマデビューだったんですよ、ね。顔の綺麗な子だなからと覚えています。キンキキズで CD デビューする4年も前、1993年平成5年、下半期の朝ドラ、カリンに出演していた堂本剛さん。主人公千秋、細川直美さんの親友夫婦、積木美帆さん、筒井道隆さんの息子役として複数話出演されていて、これが郷さんのドラマデビュー作でした。早々に役者として高い評価を受けた郷さん、翌年には金田一少年の事件簿、主人公への大抜擢へとつながります。以降も主演としてドラマ出演が続いた堂本剛さん、40代になられた今、改めて俳優さんのお仕事を見せてもらえたらファンとしては嬉しいですよね。4位以下は錦戸亮さん、元関ジャニ∞、てるてる家族や、風間俊介さん、淳と愛、城島茂さん、時代、妹コナンキンなどがランクイン。
永瀬廉、キング、リンチェプリンス、ニュースは最近、常に目立ちますマッツ。キング&プリンス永瀬角、ネットニュースになんの、こういうの。時直に、警戒を帰り、モネで答えなかった質問とは？キング&プリンス永瀬角が、パーソナリティを務めるラジオ番組、キング&プリンス永瀬角のレイディー・オー・ゴーデン、文化放送。放送会では、キング&プリンスで担当している CM の撮影裏話を語った。2019年から3年連続でセブンイレブンが展開するクリスマスキャンペーンのイメージキャラクターを務めているキング&プリンス。もうケーキとかマジでうまい、ねと毎回 CM 撮影の時にケーキを食べているというが、セブンイレブンの中では、俺、あれが好きなのよ、カレーパン。レジ横の。あれジンにおすすめされて食べてんけど、と、神宮寺勇太に教えられたカレーパンが好きなんだとか。さらに永瀬は9月15日放送の、ZIP、日本テレビ系、内、解決、キング&プリンスのコーナーで、ライブの時は下着を現地調達するため、みんなパンツほぼお揃い、と告白していたが、今回のラジオで、ライブの時に履いてるのセブンイレブンのパンツ、僕、と購入先を明かしていた。その後は、現在放送されているソフトキャンディ、プッチョボールの CM、犯人探し編の撮影裏話についてトーク。楽屋に置いていた自分のプッチョがなくなり、刑事に扮した平野紫耀が、蕎麦屋に扮する岸優太や、シンガーソングライターに扮する高橋海人らに、プッチョの行方を聞いて回る CM だ。この中で神宮寺が取り調べ室で平野から問い詰められ、俺じゃねえよから、とすがるように訴えているシーンがあるが、永瀬によると、このセリフだけで、神宮寺は10数パターンやってましたね。違う感じで。激しめに怒ったりちょっとビビりながらだったり、信じてくれよ、から、っていうスタンスのやつだったり、と様々なパターンを撮影していたようだ。そして岸が扮した蕎麦屋については、役作りかわからんけど、近くで見ると目が開きなの。あの人のキャラ作りかわからんけど、と言い、寝不足を頑張ってカバーしている感じでめっちゃ面白かった、と明かした。また、平野が自分の出演作品をメンバーと一緒に見るのは恥ずかしい、と話していたことから、メンバーと一緒に作品を鑑賞するのはどんな感じですか？との質問が届いた。これに永瀬は、俺の場合は、見るのは全然何とも思わん。一つの作品として楽しめる、としながら、その後の感想を言ったり、感想を言われたりするのが全員恥ずかしいんやと思う、とコメント。そのため、お互いに感想を言い合うことはないようで、言うのは甘くらい、とし、多分、しようと同じ気持ちのメンバーが、大半やと思います。恥ずかしい、と告白。とはいえ、来年公開予定の永瀬主演の映画、真夜中乙女戦争は、なんだかんだ見てほしい、と語った。一方で、永瀬がヒロインの幼馴染役で出演中の朝ドラ、おかえりモネ、NHK について、ドラマの中ではモネが好きですが、レン君だったらモネ、ミちゃん、スちゃん、カンノマリアンナリコ、どのタイプの子を好きになりますか？との質問も届いた。これには、こういうのがネットニュースで流れてくんの、俺の元まで。こういうの言っちゃうと、ネットニュースになんのこういうの、と記事になってしまうと、警告。うっかり好きなタイプを明かそうものなら、朝ドラ女の子、永瀬のタイプは、のような記事が出回ってしまうといい、みんな好きですけど、もちろん、と無難な回答で名言を避けていたのだった。丸記事にリアクションしてみませんか？私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。